離婚協議仲と伝えられていた、ニュース23、TBS 系のキャスターを務める小川彩慶氏、36、と、医療ベンチャー、メドレーの前代表、豊田剛一郎氏、37、の離婚が成立した、6月30日までに、都内区役所に離婚届が提出され受理されていたことが、デイリー新潮の取材で明らかになった。豊田氏の知人によれば、二人は今年2月に、週刊文春が豊田氏の不倫を報じた直後から別居、4月頃から双方、弁護士を立てて離婚協議に入っていた。6月に入り、話し合いはまとまったという。豊田氏の不倫が、きっかけで夫婦関係が壊れてしまったことは明らかですし、豊田さんはベンチャー企業の経営者としてかなりの資産を有していますので、財産分与も含めますと、それなりの金額が小川さんに渡るようです。ただし、一部報道にあった10億円という金額は、財産分与や養育費を入れたとしても、ちょっと言い過ぎですね。豊田氏と親しい知人。6月2日、女性セブンが、慰謝料10億円と報じた際、小川アナは過剰な反応を見せた。TBS は、小川さんご本人は、女性セブンの記事には、事実誤認がありますと話していますとコメントを発表。テレビ局が、フリーアナウンサーの夫婦問題について、代わってコメントを出すことは、極めて異例。TBS 関係者と騒がれたが、そのくらい小川アナは、10億円という数字に過敏になったわけだ。二人の間には昨年7月に生まれたばかりのお子さんがいますが、親権は小川さんが持つことになり、豊田氏が子供の成人まで、毎月、養育費を支払うこと、定期的に面会交流を行うことなどで合意したと聞いています。どう前、背景にあったすれ違い生活と育児問題、結果だけを見れば、一つの不倫が夫婦関係を修復不可能に追いやったように見えるが、以前からのすれ違い生活で、夫婦間の溝は深まっていたという。仕方のないことではあるのですが、小川アナが帰ってくるのは毎日夜中で、結婚前からすでに、二人で出かけたり、会話をする時間があまり持てていなかったようです。特に、小川アナが出産後、たった2ヶ月で職場復帰してからは、豊田氏は相当疲れ果てた様子でした。もちろん、復帰するときは豊田氏も、彼女の意思を尊重し、応援するつもりだったと思います。起業家仲間。だが、いざ現実となってみると、想像を絶する日々で、彼は早朝から出社時間までは、一人で育児を担当。週に3日は、会社が終わると家に飛んで帰り、子供を風呂に入れ、寝かしつけもやっていた。彼の育面ぶりはベンチャー仲間では有名な話でしたよ。もちろん、小川アナも分担してやっていたし、彼女の実家の援助もあったでしょうが、彼女の仕事は夜ですからね。毎晩、夜泣きする乳児と二人で取り残されるのはしんどかったと思います。彼女の希望で保育園やシッターの利用もしなかったようです。どう前。豊田氏の周囲には、一連の報道が一方的だと同情する声が多いという、起業家仲間は、仕事と育児で追い込まれていた彼の状況が、もう少し理解されてもいいのではと訴える。小川さんもキャスターとして大変だったでしょうが、彼だってベンチャー企業の代表取締役として激務を抱えていたのです。けれど、仕事でどんなに頑張っても、常に小川彩慶の夫としか言われず、家にいても話し相手もいない、そんなストレスも合わさって、
癒しを他の女性に求めたんじゃないでしょうか。その後、離婚へと突き進んだのも、小川綾系の夫という立場が想像以上の負担となっていたからだと思います。無論、だからといって豊田氏の裏切りが許されるわけではない。不倫報道がきっかけとなり、メドレーの代表取締役を辞任し、平取締役に降格した豊田氏だが、今は気持ちを切り替え、仕事に打ち込んでいます。当初は、可愛がっていた子供と会えなくて辛そうでしたが、子供とは縁が切れるわけじゃないから、一生サポートすると前向きに話しています。前で、知人。豊田氏に現在の心境を聞こうと、メドレーを通して取材を申し込んだが、プライベートのことについては一切お答えしておりませんと断られた。小川アナも、何もお答えすることはありませんというコメントのみだった。